報道です。今なんかもう基地の方に入ってチェックを、報道専用の駐車場に停めます。これかな。おはようございます。はい、どうも。着いたね。あ、ただいま、富士総合火力演習の練習日に来てます。ここはね、御殿場の方にある陸上自衛隊の演習場なんですけれども、じゃあ今日はね、あそこかでiPod スタイルの突然の行為で報道席に入れてもらってます。じゃあ YouTuber としてね、結構ね、駐車場入る前に何度かチェック受けて、ポイントポイントに自衛隊の方が立っておられて、なんか出店がちゃんと出てるんだね。そうそう、これの今着てるやつだって3年前に来たやつ。あ、本当に。一応でも本番は明日なんだよね。今日は練習日で関係者や報道陣が、来てる日です。おはようございます。iPod スタイルの徳さんと Z 大輔さんは、まあ、説明不要の超有名 YouTuber。 おはようございます。よろしくお願いします。すごい、トツさんの格好がなんかもうガチで面白い。なんで面白がるんですか。いや、なんかかっこいいなと思って、なんかもうそのままなんかフォローしてる感がする。2週間ぐらいこう山とか行けそうじゃない。2週間食べ物が足りない。これで20分きついな。ちょっと無理か。今ね6時ぐらいなんですけど、めっちゃ超霧が超立ってる。 Z さんの前で撮るの嫌だな。なんで。え、何も言わないですよ。いやでもほら心の中でさ、にわかみたいな。散々やってるんだけど、にわかじゃないじゃん。にわかみたいな。これ見て、トツさんの帽子にプレスっていうワッペン、かっこいい。で、実は前に並んでる方の背中の、なんだろうこれ、チャッキにもプレスこれ、すごい並んでるように思うでしょ。うん、日曜日本番だったらもっとすぐに。明日？こんな立ってられなくなるぐらい。そんなに？もうちょっとしたらすごい埋まっちゃうと思うんですけど、相当いい席に座らせてもらいます。で、後ろを向くとスタンドがあって、次の報道の方々がやってきました。なんか順番にね、案内されていってるんですよ。すごい音ですね。 iPod スタイルの特産ですので、今日ね、一緒に取材に来ております。ちょっとね、耳栓しないと相当やばい感じ。さすがに RX100 と LX100 で撮影できないんで、この距離は。突然になんかすごい望遠レンズ借りました。Come on!
配だな。ドーンってやつはやっぱすごくって、電車の横にいたらもう音で死んじゃうんじゃないかなっていうぐらいすごくって、で音もすごいんですけど、何がすごいって振動が50メートルぐらい離れてるのに、なんかもうドーンって振動がきます。多分戦車の横であれを何の装備もせずに聞くと、もうドーンっていうので死んじゃうんじゃないかな。ちょっと私は休憩時間の間にグッズを買いに来たんですけど、それとにかく鬼ほど人がいるので買えるかな。今ねこうみんなから離れて一人で自分を持って喋りながら歩いてるんで、結構なんか変な目で見られながら、ドリキンさんの言う失脚狂心状態で歩いてるんですけど、ゴルゴ13のT シャツ売ってる。ていうか、なんか恵まれた報道席にいるんで全然気づかなかったんですけど、通勤ラッシュ並みに人が多い。そうね、こういうイベントに来るとね、絶対買いたくなるんですよね。結構いいねするんですけどね、いいねするの分かってるんだけど買いたくなるんですよね。あの T シャツすごいかっこいい。ちょっとレフトかライトかっていうと割とちょっとライトな感じだね。やばい、これ超かわいい。メイに買いたい、メイに買いたいけど、ちょっと教育上あまり女の子なんで良くない気がするから、ちょっとやめときます。ひとまる式が人気あるんですか？はい、やっぱり新しい戦車人気あります。ああ、じゃあひとまる式のこの色がいいんですけど、はい、結局ひとまる式の T シャツ買ったんですけど、私ずっとひとまる式何か分かんなくって、なんか作戦の名前かなって、戦車の名前だったみたい。さっきからちびっこがね、なんか何種類もかき氷にかけてるっていうか、ちびっこあるあるな感じ。すごいカラフルになってるかき氷、超カラフル。ありがとうございます。来ました、かき氷。あ、いちごでしょ、絶対いちご。あとまあいちご、せっかくだからブルーハワイかな、これ。いい感じ。これを持って報道席に戻りたいんですけど、結構ね報道席ねピリピリしてるんですよね。まあ、まあ当たり前なんですけど、ちょっとこのお祭り感を持ち込むとあれなんで、一人でこっそり食べて帰ります。